タルコミリチッチは、セルビアのプロバスケットボール選手。NBA でプレーしていた。ユーゴスラビア連邦セルビア南バチュカ軍、ノビサド出身。身長213センチメートル、体重124.7キログラム。ポジションはセンター。ユーロリーグでの活躍を経て、2003年の NBA ドラフトにて、デトロイトピストーンズより一巡目にインで指名を受けて、入団した。 その年のピストンズは NBA チャンピオンシップを獲得するが、スターターベンチとも層の厚いピストンズではほとんど出場機会が与えられず、出場する時は敗戦確実な試合がほとんどだった。この時につけられたあだ名は、ザ・ヒューマン・ビクトリー・シガーと言い,い、彼が出場する時観客はすでに勝利のタバコを吸っている、という意味の屈辱的なもの。社長のジョー・デュマースも、 彼は将来チームのために大きな役割を果たすだろうと語っていたが、その次のシーズンも出場時間は変わらず、2006年2月にマジックとピストンズの間で成立したトレードによってマジックへと移籍した。マジックではある程度の出場時間を得たが、2007年7月にメンフィスグリーズリーズに移籍した。2009年6月、トレードでニューヨークニックスへ。 2009から10シーズン中に、ニックスからミネソタティン・バー・ウルブズへ移籍、2011から2012シーズンまでプレーした。2012年9月、ボストン・セルティックスに移籍。同年11月21日、セルティックスから契約を解除された。セルビア・モンテネグロ代表選手であり、2006年に日本で開催されるバスケットボール世界選手権に、 参加するために来日して2002年の世界選手権、金メダルの再現を目指して、チームを引っ張った。ミリチッチは6試合に出場、チーム最高の1試合平均9.3リバウンド、2.8ブロック、チーム2位の16.2得点、1.8アシストをマーク、ベスト8決定戦では、スペインと対戦、NBA のオールスター選手でもあるパウがソルト、マッチアップして、18得点。 15リバウンド3ブロックを記録した。ありがとうございます。